もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。メジャーリーガー大谷翔平選手の通訳として有名な水原一平さんの賭博問題が連日ニュースで話題になっています。水原一平さんは自身がギャンブル依存症であることを告白し、多額の借金があることが分かりました。また借金を返済するために大谷選手の銀行口座から送金を行ったということで、窃盗を働いたという疑惑も出ています。今や日本や全米だけでなく世界中で話題になっていると言っても過言ではない。今回の賭博問題を分かりやすく時系列で現時点の最新情報までまとめてみました。動画の前半では簡潔な時系列をまとめ、動画の後半では詳しい内容と世間の反応を紹介していきます。一体どのようなことがあったのか、一緒にこの渦中に踏み込んでみましょう。今回の騒動が公になる数ヶ月前に、アメリカのスポーツ専門チャンネル ESPN がとある情報を得ました。その情報とは大谷選手と水原さんに関わるものだと考えられますが、詳細までは分かっていません。情報を得てから ESPN は調査を進めて周辺の情報を集めていきます。そして2024年3月18日に数ヶ月間にわたる情報収集の結果、 MLB 関係者や大谷翔平選手の代理人、連邦執行機関に対する質問に必要な情報が集まり、質問を行える段階になり事態が公になりました。2024年3月19日の午前中、情報を集めきった ESPN が大谷選手の広報担当に質問を行いました。詳細を要約すると、大谷選手の代理人事務所の広報担当は、大谷が水原氏の借金を肩代わりしたと断言し、大谷選手が発したとされる何度か多額の支払いをした、それが私が送れる最大額という言葉まで伝えたそうで、水原さんは ESPN の90分間のインタビューに応じて、大谷が借金の肩代わりをしてくれたと証言をしていたそうです。ESPN はさらに水原さん本人とのインタビューを希望して、広報担当が準備をします。2024年3月20日に韓国で開幕戦となるドジャース対パドレスの試合が行われました。試合中は大谷選手、水原さん共にいつも通り仲の良い様子が確認されていて、試合終了間際にダッグアウトで2人が笑い合う仲の良い姿も見られたそうです。そして試合終了後、ドジャースのミーティングが行われ、水原一平さんは自身がギャンブル依存症であることを公表し、チームメイトに謝罪しました。このミーティングの時は英語で話しており、大谷選手は詳細な内容は分からなかったが、ような空気は感じ取っていたそうです。その後、水原さんは大谷翔平選手に2人だけで話したいと伝え、その日の夜にホテルで話すことになりました。この時点で大谷翔平選手は事の真相を初めて知ることになったのです。2024年3月21日の前日に ESPN が水原さんにインタビューを行いました。そこでは自身のギャンブル依存症であることに加え、行っていたギャンブルが違法だと知らなかったと話しています。また大谷選手の口座からの送金は大谷選手に頼んで一緒に送金作業を行ったと話していました。にわかには信じがたい内容ですが、 ESPN のインタビューに応じている中で、水原さんが大谷が借金の肩代わりをしてくれた、彼のコンピューターを使い2人で銀行口座にログインして50万ドル約7500万円を8、9回にわたって送金したと具体的な証言をしていたそうです。そして日付が変わり午前3時30分、ドジャースは水原さんの解雇を発表しました。その後、ESPN 記者が2回目の電話インタビューを水原一平さんと行うのですが、それは驚くべき内容でした。1回目の取材では嘘を話したと告白し、前回の多くの発言を撤回します。それは大谷選手と一緒に送金を行ったのではなく、自分自身の単独行動を意味していました。大谷選手の弁護士が大谷が大規模な窃盗被害に遭っていたことが判明し、当局に引き渡したとも発表しています。2024年3月22日にはアメリカの ISR、 MLB などの国税当局が
水原さんの捜査開始を発表し、本格的に取り掛かります。そして水原さんの行方不明の報道がされます。行方不明に関してはいろいろな噂が飛び交い、どこまで真実なのか不明瞭な部分があります。内容を深掘りしたいところですが、ここでは割愛します。2024年3月23日には水原さんに学歴詐称疑惑が発覚します。水原さんはカリフォルニア大学のリバーサイド校に通っていた経歴が公表されていました。しかし学校から正式に水原一平という人物が通っていた情報はないと公表されてしまいます。2024年3月24日は水原さんをギャンブルに誘ったとされるマシュー・ボウヤーさんの弁護士が次のように発言を述べています。大谷翔平とは会ったことも話したこともない、会って話したりメールをしたのは一平だけだ、あくまで連絡を取り合ったり会ったのは水原さんだけということを証言しました。また同じくメジャーリーグのボストンレッドソックスは水原さんが通訳として在籍していたのではないかという噂を否定しました。かつて岡島秀樹投手が在籍していた際に在籍していた噂がありましたが、在籍していたことはないと発表されています。2024年3月25日に初めて大谷選手が記者会見を開いて公の場で本件について語りました。会見の内容を要約すると、この1週間は厳しいものであり、関係者、ファン、メディアに感謝を述べる。調査は現在進行中のため詳細は限定される。スポーツ賭博や送金に関与していないことを強調する。代理人やチームとのコミュニケーションにおける嘘について説明する。韓国での試合後、彼の借金と不正行為を知り警察に報告する。シーズンに向けて前進し、警察当局と協力する意向を示す。今日の説明が全てであり、質疑応答は行わないが、今後も進展があると期待するといった内容でした。この会見で大谷選手から賭博や送金に関与していないという発言を聞けたのは安心しますね。2024年4月11日にアメリカの捜査当局 FBI などでの捜査が進行して、大谷選手の口座からの送金手口が明らかになり、日本円で約24億5000万円を不正に電子送金した銀行詐欺の疑いで訴追しました。詳細を簡単にまとめると、大谷選手の口座から総額約24億5000万円を送金。2018年に大谷選手の口座開設を手伝い、口座の詳細を把握。銀行のアカウント担当者に電話越しで大谷選手だと偽り送金可能にさせた。その後2021年9月から水原さんは違法賭博を始め、約62億の負債を抱える。銀行に電話をかけ、大谷選手と偽って銀行口座から違法賭博の仲間への電子送金を許可するよう銀行員を騙す。大谷選手の口座から送金していた期間は2021年11月、2024年1月まで。家計以外にも1000枚のベースボールカードを購入し、大谷選手の口座から送金といった内容になります。本来約7億円の送金を行ったとみられていましたが、予想をはるかに上回る金額であったことが判明しました。テレビのニュース番組では、水原さんの銀行詐欺には最高100万ドル約1億5300万円の罰金、または最高30年の懲役が科される可能性があるとの見解もあったそうです。2024年4月12日にアメリカ・ロサンゼルスの連邦地裁に出廷。保釈金2万5000ドル約380万円で保釈が認められているそうです。保釈に際し、大谷選手との接触禁止、あらゆるギャンブルの禁止、ギャンブル依存症の更生プログラムへの参加、パスポート返納などが義務付けられました。ここまでが現在判明している騒動の流れとなっています。これらが真実なら、水原さんはかなりの悪人だという結論になります。ともあれ大谷選手の潔白が証明されそうなのが何よりですね。連日慌ただしく報道されていく今回の賭博騒動、明らかになっていく騒動の内容の中で、大谷は病気と発言、違法ブックメーカーとの頻繁なやり取りで大谷の口座から金を盗んだ、罪を逃れるために口裏合わせの依頼1万9000回にも及ぶ賭博と、
まさに極悪非道といえる水原さんの所業も明らかになってきています。気になるその内容も含め騒動の全貌を深掘りしていきましょう。今回の賭博疑惑が発覚する前に会計士による大谷選手の口座確認を阻止、大谷選手の代理人ネズ・バレロ氏ら関係者3人による確認も同様に阻止していたことが明らかになりました。アメリカ連邦検察が連邦地裁に提出した訴状によると、大谷選手の口座に利息が発生したり多額の贈与が行われたりした場合、会計士は誤った確定申告をする恐れがあると懸念し、水原さんに口座を確認したいと申し出た。会計士はバレロ氏から会計業務を依頼されていた。2022年10月頃、会計士は大谷選手と面会する予定だったが、水原さんが大谷選手は病気だとして面会に一人で現れ、大谷選手が口座の非公開を希望しており利息や贈与はなかったなどと説明していました。バレロ氏も水原さんに口座について何度か問い合わせたが、水原さんはプライベートな口座であり大谷選手は監視されることを望んでいないと説明していたそうです。大谷選手に直接確認しなかったバレロ氏は捜査官の調べに、水原氏を信じない理由はなかったと語りました。プロの簿記係やフィナンシャルアドバイザーもバレロ氏から業務を依頼され、バレロ氏に口座を確認したいと申し出たが、バレロ氏は水原さんが会計士に説明したのと同様に回答しました。またアメリカニューヨーク州地元紙ニューヨークタイムズは、水原さんがドジャースから解雇される直前の舞台裏を報道しました。大谷選手が3月の声明で語っていた内容を裏付けるとともに、思わぬ懇願があったことも明らかになっています。大谷選手は3月25日に自ら読み上げる形で声明を発表。結論から言うと、彼が僕の口座からお金を盗んで、なおかつ皆に嘘をついていたとしました。水原さんは3月20日韓国ソウルでの開幕戦終了後のチームミーティングで、自身がギャンブル依存症であり多額の借金を大谷選手が肩代わりしてくれたと告白。しかし大谷選手が肩代わりした事実はありませんでした。この後大谷選手はホテルに戻って水原さんと話し、巨額の借金があること、自身の口座に不正にアクセスして送金していたことを初めて知ったと明かしています。声明では、僕はやっぱりこれはおかしいなと思い代理人たちを呼んでそこで話し合いましたと説明。代理人らも水原さんに嘘をつかれていたと発覚し、その後の対応につながったとされています。ニューヨークタイムズは4月13日付の記事で、水原さんが罪を逃れるために大谷選手に借金を肩代わりしたことにするよう口裏合わせをしてほしいと打診したと報道。やっぱりこれはおかしいなと声明で語った言葉通り、大谷選手はこれを拒否したとされています。さらには韓国に同行していた代理人のネズ・バレロ氏に連絡を取り会議室に呼びました。バレロ氏はロサンゼルスにいる弁護士とニューヨークにいる危機管理担当広報に速やかに連絡したと記載、大谷選手の声明を裏付けるものになっていました。さらに水原さんとは別の通訳も呼んで話し合ったといいます。その場には水原容疑者の妻も同席したということです。ドジャースから解雇された水原さんは、司法当局が公開している訴状によると、2021年9月から賭博を始め、2年余りの間に総額4,678,436ドル、約62億3,320万円の損失を出したとされています。この2年間で行った賭博の数は分かっているだけで約19,000回、1日平均25回賭けをしていたとされています。この期間に大谷の口座から1,600万ドル、約24億5,000万円以上を不正送金したとして銀行詐欺容疑で訴追。また3月21日韓国から米国に戻った際、水原さんはロサンゼルス空港で捜査員に呼び止められます。捜査員の質問に素直に答え、事件の証拠となる携帯電話の引き渡しにも応じました。捜査当局が携帯電話の記録を分析したところ、水原さんは2021年9月から今年3月の疑惑発覚直後まで、違法ブックメーカーとテキストメッセージで頻繁にやり取りしていたことも明らかになります。訴状によると、水原さんはブックメーカーから賭け金を借りながら賭博を続けたそうです。
捜査当局は、ブックメーカーは水原容疑者の賭け金の限度額を引き上げ続けたと指摘しています。水原さんはブックメーカー側に、私は最悪だ、最後にもう一回だけバンプをしてもらえる可能性はあるかなどと懇願するメッセージを複数回送っていました。バンプを繰り返すことで歯止めがかからなくなったのでしょう。賭博の負けが積み重なると、ブックメーカー側から、なぜ電話を返さない、今ニューポートビーチで彼が犬の散歩をしているのを見かけたよ、どうしたら君と連絡が取れるようになるか彼に尋ねてみようか、と脅迫じみた内容が送られていたそうです。メディアが違法賭博疑惑を初めて報じた後、ブックメーカーからの、報道はデタラメだ、お前は彼から盗んでいないとのメッセージに、厳密に言えば私は彼からお金を盗んだ、もう私は終わりだと送っていたそうです。アメリカ連邦検察当局に訴追された際の供述書により、ブックメーカーとのメッセージのやり取りだけでなく、送金を行っていた日も明らかになっていました。2021年11月15日、大谷が1度目の MVP を受賞し、日本で会見を行っていた翌日には$40,000、約612万円を送金していたのです。エンゼルスに所属していた2021年、大谷は二刀流でリーグ3位の46本塁打を放ち、投げては9勝をマーク、満票で MVP を獲得し、東京・千代田区の日本記者クラブで会見を行いました。その中で、お世話になった存在を問われた大谷は、お世話になったのは通訳の水原一平さんじゃないかなと思いますね、常に一緒に仕事もしていますし、うん、それはまあその通りじゃないかなと、と通訳としてメジャーでの成功をサポートしてくれた水原さんに感謝を伝えていました。供述書によると、水原容疑者は翌日の16日が大谷選手の口座から堂本への最初の送金だったそうです。大谷選手が感謝を述べていた裏で、裏切る形で賭博に手を染めてしまった水原さんに、ネット上でも、嘘だろ、これは切ない、すごくショックを受けた、時系列で知るほど現実がきつい、翌日ってのはきついな、最初は補填すればいいやで出来心だったんだろうけど、こんなに信頼していた方からの残酷な仕打ち、と最初の送金が会見翌日だったことが話題となっているようです。アメリカ・ロサンゼルスの連邦地裁に出廷、保釈を受けて水原さんの弁護士を務めるマイケル・フリードマン氏は声明を発表、本日水原氏は自首して初出頭し、政府との合意に従って保釈金を支払って保釈された、彼は引き続き法的手続きに協力しており、できるだけ早くこの事件を解決し責任を取れるよう望んでいる、彼は大谷氏、ドジャース、メジャーリーグベースボール、そして彼の家族に謝罪したいと願っている、法廷で指摘されているように彼はギャンブルの治療も望んでいる、現時点ではこれ以上のコメントはありませんが、法的手続きが進み次第水原氏からさらにコメントを出す予定とのコメントを発表しました。大谷選手は水原さんがアメリカカリフォルニア州の連邦地裁に出廷したことを受け、私個人としてはこれで一区切りがつき、野球に集中したいと思っていますとの声明を発表しました。水原さんの所業で話題になる一方で、とあるスポーツ紙の取材班が、大谷選手が妻マミコさんを気遣う覚悟あふれる行動を目撃していたようです。記者が語るには、3月20日の開幕戦当時、大谷の新たな船出は順調そのもののように見えました。観客席にはマミコさんが水原さんの妻大谷さんのご両親と共に観戦していた。そんな開幕戦勝利の試合後の水原氏の裏切りの告白、大谷にとっては急転直下の出来事だったでしょう。水原さんとの最後の面談をした大谷選手、そんな状況下、球場からホテルに帰ってきた大谷選手の横には、いつもと変わらない満面の笑顔で歩くマミコさんの姿があり、大谷選手の取材を続けるジャーナリストは、マミコさんは開幕戦勝利の興奮冷めやらぬ様子で、メディアやファンに笑顔で挨拶をしていました。大谷選手はそんなマミコさんの一歩前を歩いて、報道陣に軽く頭を下げていた。
表情はいつもと一切変わらなかったから、その直前に一平さんの告白があったと後から聞いて驚きました。二人はファンやマスコミが集まる入り口のゲートを抜けると、身を寄せて横並びでエスカレーターに乗っていました。ことの概要を知っていたらまみこさんは動揺して、メディアの前であんな笑顔を見せられなかったでしょう。冷静に守るべき人を守ろうとした大谷選手の覚悟がうかがえましたと語りました。今回の騒動を経て SNS 上ではどのような反応があったのか、いくつかご紹介したいと思います。通訳としての立場をこれだけ巧みに利用したということですな。言葉の壁が原因だったんですね。そら会計士も通訳を通じて大谷に伝えるんですから、通訳から返答あれば大谷の意思だと判断しても仕方ない。これは通訳複数制でないと防げない。日常の会話なら大谷もできるだろうが、税務申告に関しては通訳を通じてやるしかないもんな。不明だった部分も明らかになって、大谷の潔白が明確になってほんまによかった。キャッチボールの相手や運転手など常に近くで働いていたように見えたのは、選手ご本人の周りを常にガードして他の情報をシャットアウトするためでもあったのかもと思えてしまいますね。誰かが真相を知らせに近づいてややこしい英語を話そうものなら、それを伝えないこともできる立場にいたわけですし、こんなことされたらご本人も気づかないですよ。周りがとやかく言う前に大谷選手が一番愕然としてますよね。人間不信にならないよう頑張ってほしいです。水原はどうにでもなったらいいが、水原の奥さんや親族はほんと天国から地獄ですよね。心底お気の毒です。通訳はコミュニケーションの要、重要性や専門性が高いコミュニケーションは全て通訳を介して行われるため、その仕事を誰に委ねるかはとても重要な判断だということか。大谷は今誰よりもその重要性とリスクをかみしめているのだろう。水原が犯した罪と額は一生かけても弁済できる額ではないので、大谷は一般的な尺度では高い授業料を払ったことになる。信頼への裏切りを乗り越え、さらなる結果を野球で出してほしいと、このように大谷選手を気遣う声や騒動の深刻さをかみしめる声がたくさんありました。専属通訳として連れ添ったまさに相棒ともいえる人からの裏切り、大谷選手の悲しみはとても計り知れません。しかしこれからも野球界を支えるヒーローとして活躍する大谷選手の姿を応援していこうと思います。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。